石川県立金沢西高等学校は石川県金沢市梅田東3丁目にある公立の高等学校。高知は県庁所在地金沢市の西部郊外に位置する。付近には石川県庁や金沢市立工業高等学校がある。2012年新入生までは単位制であり、生徒は比較的自由にカリキュラムを組むことができた。精準、創造、自主、 協調2013年度以前は、進学重視型単位制の学校として、国公立大学進学を目標とした授業を展開し、平日7元授業で全学年の土曜補修に加えて、3年生は4月より8元補修を実施、単位制を活かして、国語、数学、英語で、修熟度別授業を展開していた。生徒会執行部委員会主な成績部同好会。 主な成績2017年11月5日、野球部の練習試合にて1年生男子部員が、寝台徳川に落ちたボールを拾おうとして転落し、意識不明の重体。翌々日の7日、搬送先病院にて死亡。2020年10月27日、死亡生徒の両親が、担当教員が必要な安全対策を怠ったためだとして、 県に医者料など、約5400万円の損害賠償を求めて、金沢地方裁判所に提訴。ありがとうございます。